始まりました、あのチャンネル拍手。今日は何をしますか？はい、本日はですね、ダンスにチャレンジしてもらいたいと思います。ダンスダンスは苦手です。苦手意識がすごくありますが、もたまに踊ってるんです。それね、絶対言われるんですよ。どこ言って言っても言われるんですけど、あのレベルでいいならって感じ。本当に適当でいいだったらです。はい、はい、今日はですね、課題を我々の方で設定してまして、 BE:FIRST さんのブンブンバック、ブンブンバック、バックブンブン回すってことなんかな。どういう曲はい、で練習して、まあ最後に披露してもらおうと思います。はい、え、練習ってどんぐらいできるんですか？今日2時間ぐらいですかね。2時間？時間制限の中でできる限りって感じ。はい、ただ一人ではどう踊っていいのかわからない、不安だと思いますので、先生役として今日はゲストをお招きしています。はい、呼び込みの方お願いします。じゃあ本日のゲストはこちらの方です。こんにちは。こんにちは、あのです、高弘です。高弘先生です。はい、ありがとうございます。はい、ドッジボールが好きということで、はい、ドッジボールをしたいと思ってきたんですが、はい、ドッジボール僕めっちゃ好きです。はい、そしたら今日は BE:FIRST さんの曲でお願いしますって言われて、いや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 、僕は桜坂とかなんだけど、BE:FIRST さんは関係があるでしょうか、ないでしょうか。え、なんか因縁ですか？因縁の関係ですか？うん、因縁すらないんだなのでですね、関わりしかない。そうか、スカイハイさんとご一緒したことがあるぐらいなんですね。で、なぜ僕を呼んだんだと。僕もなぜでしょうで、僕はダンスが好きだから、うん、あのさんもダンスをやりたいと思ったらダンスでもいいし、ドッジボールがやりたいと思ったらドッジボールでもいいですよ。いや、ドッジボールでボールを作りましょうか。ボール作りから、はい、いきますか。じゃあまずはボールを作ってドッジボールからいきましょう。まずは、はい、あ、持ってきてくれたんですか。いや、これがいいじゃないですか、これで養生があればいいんですよ。あ、それで丸にして、はい、僕はね、この前あのさんの見ていて、あ、ドッジボールがやりたいんだなって思ったんです。あ、それ見てくださったの。そう、え、ドッジボール好きですか？あんまり、いやあんまり僕は運動神経があれなんです。バスケットやってて覚えてる記憶は。じゃあバスケやってたら絶対うまいですね。でも僕のね、覚えてる記憶は顔にパスが当たって、眼鏡がレンズ外れてレンズが転がった記憶です。残念な記憶。そう、これがボールです、はい、そして四角いでもまあいいか。これがラインです。ラインで1対1のドッジボールってあんまないですよね。あんまないですよキャッチボール企画でいいじゃん今日も。もう一回いきますよ。え、怖い。あ、おお。すごい、やっぱダンサーだけあって動きが軽やか。くそ、はい、はっの取ってくるかすごい動きくっ、あっ、うやっイエーイ、ウィン。今日はあのオープニングまだ全然終わってないんですよ。じゃあ早速今日踊る映像見てみましょう。踊り出しまで。早い。早い。
なこれこれ早いよ。いやいや早い早い早い難しいこんなの。結構長い。確かに長いパートが。いやちょっと待ってくれ。おお。これ2時間は厳しいんじゃん。これ何日も練習してできるものですもんね。そうそうですよ。それを2時間でやれと。まさにバラエティ。まあバラエティですね本当に。で俺もさっき聞いたので解析しながらやりたい。2人ともゼロから。ゼロから。これスピード遅くはダメなんだ。30% ぐらいでやって早回ししてもらってね。確かにそれでもいいかも。最悪ねできなかった。先生この踊りの中ポイントみたいなどうなんですか。踊りとしてはアクセントの取り方、音の強弱がすごく効いてくるとよく見える作品。あとは音取りが普通は1、2、3、4、5、6、7、8って8のくくりだけど結構6、1、2、3、4、5、6の6のところでいい音を取ってくるっていう、そもそもの音の取り方も今見てると、工夫がされててかなり手が込んでいる。移動のところも多分例えば足こう投げるところ、なんか怒ったところも同じステップじゃなくて1回目は多分強くて日中にその後手がついてっていう、細かい音の中にもなんだろう繊細な細工がいっぱいされて。どう思いましたこの曲見てて。全然今言ってること分かんなかった。そう繊細、多分言ってることは事実なんだろうけど、やっぱり素人目だと繊細なそのリズムの取り方までは分かんないけど、それが整ってるってことですもんね。そう、すごく大胆に見えてすごく繊細なハートを持っている、美女と野獣の野獣みたいな。野獣だ。うん、いやむずい、奥深いかも。50%反転。ここやんなくていいね。ここは大丈夫だな。こう来てグーガガガボン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 。ここきついね。よしここまで。はい。まずボンガってきたた。そう、ガ。すごい、めっちゃ綺麗、すごい。そうさ。いきなり。おっと、でバンだよ。そうさ、そうさ、もうこれで 80% はこれで。ここで疲れちゃうかも。せやな、せやな。ここぐらいにしとくか。で、ブルルンってきた。キュンキュンしちゃうぜみたいな。パー、パー、パー、キュ、グーン、は、で、踏んでいくかと思いきや後ろかい。それ嫌ですね。な反対行って行きたくなっちゃう。後ろかいの前に行きたくなるよな、うん、こうパーってこう、パーってやってグーン後ろ後ろはっ。あーなるほど。え最後踊るとき先生も行ってやっていいんだね。無理だわこれ。一回見てみて合ってるかやってみようかな。飛んだワニャワニャパーパーパー。お祈り前ヤッホフン後ろかーい後ろかーいはいはい後ろかーい後ろかーいはいはいって後ろかーい後ろかーいはいはい。むずはキックキックキック。うわーバランス無理これ倒れちゃいそうな。みんなこんぐらいだな。 TT だそうだそうだ。ちょっと低めにしとこうか俺たちはな。キック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 前ポンピョン。待ってそれむずすぎる。キック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 前トンピョン。あ5 6 5 6どうぞ。キック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 前トンピョン。なんかピョンの時はこうやって飛んでた。ピョンって言って、うん、いいやんか。うん、トンピョン。そう。これは難しいことやってるんですよ。普通だったらいっぱいリハーサルして3日とか4日とかやってやることを今やろうとしている、うん、とんでもないです。とんでもないチャレンジ。行かれてます。僕ダンサーさんに教えてもらったこともないので、うん、初めてです本当に。
嬉しいぜ。一回これどれぐらい上げられるですか次は。60ですね。60の世界行ってみましょうか。パッ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 グングーパーツツツグーグーダツダツダツダダダダツガグンガ。はい、タブか。なんかいけそうね、ここまでは。でででででではい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 、なんかおこおったよいしょよいしょで、キック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 オープンゲートジャンプです。はいはいはい、毎回変わる。そう、毎回変わるから。そうそうそう、なんかあとはもう自分でいいとこ見つけてくれた。はいはい、2,3,4 オープンだゲートプン。1,2 ここがやばくない？なんじゃこりゃ。でもフレーズの的な OK、 おイエス。1,2,3 ズッパズン、指差しからの足ないないあるある。むずいって。足ないないあるある、足ないないあるある、どれ基準にあるかないかがわかんない。あ、見てて見ててくださいね、はい、キックキックキック、オープンザゲート、はい、指から投げて、あるあるない、あーあるある。はいはいはい、ってことは1個だけないんだ。そうだ、だいたいある、だいたいある、だいたいある。あるないないあるある。もうあるある全部無視して。動きだけ真似ちゃった。そう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 、せやなせやな、難しい。でこう来て、なんかこんな風にさ、安全チェックみたいな。安全チェック、安全チェックで戻して戻してズンズンみたいな、ズンズン、ズンズンって、そうジャンボリなんとかみたいな、ズンズンって入ってたところに、ズンズン、うん、そうそうそう、本当にやってるか、本当ですか、本当にやってました。音見せてください。ドン、蹴って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 、オープンゲートぐるるん、指差しブン、ブンブンが。うん、指差し点検行って、ズンズン、あ、本当だ、ズンズンしてた。でしょ、わりかし概ね合ってるかも。おー、すごい、初めてですね、今日初めて。すごい、よくこんなすぐ見て。鬼の鬼ですよ。この前僕ね、ミュージックステーション出て、はい、それでその終わったところで声をかけてもらって、今度こういう企画があっておーやろうって言って無捨て終わりで、そう、でも楽しいです。僕ダンス好きだから。よし、音で行きましょう。何パー？60。パパパパ、うんうん、は、行かないのかい、行くのかい、タタタタ、トン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 、ズパズンパ。ズンパズンパハハ、危ない、ガガブン、ズン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 、よかった、速度上げてっか。はい、よし、この先の世界に行ってみましょう。80の世界へ、やれるとこまでやってみるんだ。くそ、パー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 ブン、うん、はずずずはは、ずずずずずずたたたたずたずたずたたずたた、ブンブン、ダンダ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 ンが焦る、ずずずたずたずたたずたた、ブンブン、ダンダン、えいえい、ここは、そう、ここがムズです。でからの棒、なんか指差し投げた、で腰を持ってきて、ズンズン
今さズンズン、そうそう、はい、時間を戻る、時間を進む、進みますか、時間あと何時間です、あ、もう飲みたい、時間15分、そうですね、あと1時間15分、よし、ありがとうございます、進みますか、こんなストイックな企画なんですか、いや普段こんなんじゃないです、指差し点検、ズンズン、パドブレフレーズの的なツン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 、カカパン、はあ、ここは自由か、で振ってズンズン、グッカカカブン、そんなん出てくる、できないよ、デザートデザートがあった、デザート、あ、いや、これ最後までいった、ちょ、覚えてるうちに、覚えてるうちに、指差しズンズンズン、パドブレドンって言った、パドブレドン、パドブレドン、パドブレドン、右足を踏んで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 だ、多分、もう一回、あ、ツツツツ、そう。あご見た。つつつつ、このまま手は上がったまんま、つつつつ。うん、でなんかね、頭こんがらがっちゃうみたいな。こんがらがっちゃう。うん。左こんがらがーり、右こんがらがーり。で、こんがらり。それでね、なんかね、治って。こんがらりが。そう、混乱が収まって、そう、混乱がスッと急に我に返り、んって横見て、え、あれってなって、こっちにずっとなんかあるよね、さっきの偏見とかもあるし、ずっとなんかあるんだろうね、なんかあるこっちにね、何があるんだろう、何だろう、そしてさっき右行ったの左で、多分ね、左で行って つかみに行った気がする、あのさんが見つけた掴みたい何かを、うん、やっぱり彼らは掴もうとして、はい、そう、ズンズンタタタタ、こんがらがっちゃって我に返ってみたいな、そう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 、うん、わ、これでも早いのむずそう、むずだよね、むずだよ、今でもむずいのに、いや今のこれでできてるのがまずすごい、むず、こっから胸ポン、こう2つ結構みんな重要、ポン、ガンでした、ポン、ガン、ブーン、ポン、ボン、ボン、そうそう、ボンボンボンでいきます、ポン、ボン、ボン、ボン、そしたら一回ちょっと戻して最後なんかグッ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 、イエス、いいぞいいぞ、それでいこう、にゃん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 、ブーン、ボン、ガ、え、ブン、ガ、ためて、こうしたら、それで、ブブブブブンだ、イエス、最後わけわかんない、にゃんにゃん、開く、ブン、カッていったら、これをなんかボーリング投げるみたいに、ブンって投げて、イエス、そこから蹴るみたいにする、イエスからの、あのチャンネルそんな余裕ないって、そうかそうか音で確認してみよう、はい、50% でいけたらそれはいけたということ、パーパーパー、お祈り、前に行って、行かないのかい、行かない、怒った、パンパン、蹴って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 、オープンゲート、ぴょこりん、指投げる、難しいやつだ、指差し点、ズンズン、ここか、トゥトゥトゥ、混乱混乱、我に返って、ん、あれはなんだ、自由自由自由、にゃんにゃんにゃん、タンタン、ウルンポンタン98点、優しい、こっからですね、こっからよ、こっからです、考えてはいられない速さになっているやばい、覚えたものを体に染み込ませるみたいなことです、そう、人間は考えてから動くと少しだけ時間にタイムロスが出る、でゆっくりの速度でやればそのタイムロスもなんとかカバーできるけれども、
実際に速くなっていくと頭の記憶を体の記憶に移し替える時の伝達が間に合わなくなっちゃう。そうね。そう。一回ミスった時ってやばいですもんね。そうそうそう、あって思った瞬間。うん。猫猫振ってポン、パン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 。猫猫、人によっては猫猫なんかこうラフな人がいる。猫猫ラフラフブンパンブンパンパン。猫猫なんかして、うん、猫猫ラフで蹴って蹴ってブンパッパイエス。あ、猫猫なんかしてるとこどうする？何こうやってやってる。猫猫トントン猫猫トントンカカカカカタタタタタタ。そうや、そう猫猫これがちょっとむずくなってないですよね。大丈夫ですよね、僕が言っちゃった早めに言っとくか。70のとかの世界に、80かな次は。 80? おー、きたきた、一気に80って言ったらもうちょっと流してる。早い。うわ、結構感覚してたな。あ、早い。ネコネコ。うわ、必死だな、これ。必死だ、もう静かになっちゃったもん、俺。それはちょっと必死すぎて黙っちゃう。いや、なんかむずいな、早いと急に。わかる。全然違う感じる。あって思った瞬間。そう。次何次何みたいな。四回だと次これかなって考えながらできるけど、それができない。どうですか、青山さん、ここまで。いや、すごい、いや、すごい速さでできるようになってて、逆にびっくり。こんな1時間ちょっとで、しんど。しんどいよ、体力も。しんどい。何パーセントでいく？ああ、90？ いっちゃう？うん。うん、いや、速いな、もう。すごい。ハロちゃん、こんな動くか。早いぜ。指さし点検、ドゥドゥダダダ、混乱混乱、ずっと我に帰る。ブンブンブン、にゃー、猫猫トントン、ふっはっ。すごい、あれ？すごいすごい。あー、疲れた。いや、相当疲れる。こんな踊ってか、こんな素早い動きを私生活でしないから、体がビクビクしてます。ビクビクするよな。なんかだって絶対いきなり久しぶりに会ったら不利でしょ、いろんなことで。不利ですね。かっこいい姿を見せるっていうよりか、これをやるってことは自分が損をするかもしれないけど、それに突入してるわけだから。そうですね、うん、それで結構ここまで食らいついてくるっていうのはナイスです。だいたいね、ほら無理の気持ちの方が大きいからちょっとってなるけど、途中本当に必死すぎて体に任せてます。記憶が追いつかない。自動運転モードに、うん、オートマ、オートマティックモード、はい。どうどうどう。
初めてだよ、こう言ってパンってくると思ったらギャッギャッギャッって。できた。うん、できた、できた。できたよね。できたですか、今どうでした。できてました、できてました。検証結果、安野さんはやれば高岸さんみたいな読めたできるですもんね。そうそうそう、その後続く言葉。そう、まあ、2時間以内に、はい、高広先生に教えてもらえばやればできるということです。帰れるね俺も朝までこれ続くのかと思う。初めて。そうですよ。あのチャンネル登録よろしゅう。